はい、皆さんこんにちは、ジギの森重です。今日はですね、笹塚駅、笹塚に来いというふうに監督から指令が来ましてですね、今日はやってきましたけれども、あと今日は何をすればいいんですかね。いや、今日はですね、とっておきの企画また持ってきちゃいました。持ってきた、はい、はい、本日は、はい、和楽器に体験してもらおうかと。和楽器の挑戦ですね。あ、それはあれですね、ちょっと変な緊張しますけど、まあ、分かりました。こういう機会でもないと体験できないと思うので、ぜひぜひ、じゃあ、楽しませていただければと思います。じゃあ一生懸命やってみようと思いますので、よろしくお願いいたします。ではこの笹塚の生かした商店街をこう歩いていきますかね。すごくこう商店街がね、平和な感じでですね、あげくこうちゃんと商店街として成立している、にぎわっているという、なかなか素敵なロケーションではないかと思いますね。このビルですね、このオレンジ色のビル、はい、ちょっと聞こえますね、演奏しているのが聞こえますよ。じゃあちょっと伺いますか。こんにちは。こんにちは。ジギーの森重と言います。こんにちは。よろしくお願いいたします。はじめましてですね。森重と申します。はい、日本音楽集団というですね、はい、和楽器のオーケストラをやっておりまして、それの、尺八を担当しています音永と申します。音永さん、よろしくお願いいたします。日本音楽集団、はい、結構古い。そうですね、1964年に、最初15人ぐらいのメンバーで始めて、で和楽器というのが結構いろいろな流派とか、細かく分かれていて、一緒になかなかやることがなかったんですね、はい、なるほど。それをなんか一緒に集めて、垣根を取り払って新しい音楽を作ろうという、じゃ当時としては革新的な、割とそうですね、斬新な集まりだったことですね、はいはい、最初のきっかけが、はい、楽器は琴、三味線、琵琶、尺八、笛、横笛ですね、あといろんな打楽器、はい、太鼓とかお祭りで使うような太鼓から、はい、歌舞伎とかで使う、はい、この小鼓っていうこういうスタイルがあります、はい、そういう打楽器、あとは雅楽とか、はい、そういういろんな楽器のアンサンブル、はい、当然とあれですよね、その楽曲によってはそのアンサンブル自体がこう変わったりとかっていうことも当然出てくる。そうですね、でやっぱり今までにない曲をいろいろ作っていたので、いろいろな作曲家ですね、その例えばオーケストラとかそういう洋楽の作曲家にも、はい、曲を作ってもらったりして、それはアレンジする形っていうか、そうですね、ゼロからですね、こういった楽器を使ってなんか新しい、はい、大体ということをその64年からやっていて、定期演奏会が今度で222回ですけれども、すごい、多分1000曲ぐらいのオリジナルがあるんですね、はい、すごい、そういった歴史のあるそういう皆様と今日じゃあね、ご一緒させてもらって本当光栄なんですけれども、いや僕でもね、やっぱその楽器を、まあ自分は小学校ぐらいの時に初めてギターを弾いて、それから中学生でこう本格的にギターをちょっとずつ弾くようになって、でいつの間にかバンドで歌うようになってっていうことでこうやってきたんですけど、こういう楽器っていうのは本当あまりこう目にすることはないの で、 そうです、ね、すごく新鮮で、ちょっとじゃあ一つずつ教えてください。はい、ご紹介できると思います。はい、ありがとうございます。じゃあ一つそちらの方から、琵琶ですね。ねえ、琵琶奏者の、久保田明子という方です。よろしくお願いします。森重です。聞いていい、聞かせてください。わあ、やばい、しびれますね。かっこいいですね。なるほど、ありがとうございます。で隣が三味線ですね、はい、あまりそういう関係を出してみられたりとか。本当ですか、いいですか。どうぞ、はい、これギターと重いですね、思ったより。
かっこいいかっこいい。こちらはまた私の仲間というか、はい、はい、なんかね、ルックス的にちょっとチーム感ありますもん。外観的になったんだけど、バンドもやっぱりこうルックスのバランス大事ですからね。やっぱそういう意味ではロックバンドもこう見栄えのこうバランス、すごい、いいです、いいです、いいです、すごい、すごい、すごいです。みんなイケメンでかっこいいです、かっこいいです。一番そのなんかこう疑問を持つのは、あの どういう息の送り方にこう角度的になってるのかなと思って。それ息の流れがこうで、まあ、多少もちろん若干入ってるんですよね。はい、そうですね、そのバランスで。へぇー、あ、おー、あー、これだ。打ち合わせで、あーとか、シャガーシの場合はそういう横のビブラへぇーで、横にでもすごくあのシンプルでいいですね。そのあのスキルがすごくこう、はい、あの動きと同期してるっていうのはすごい素敵ですね。で今あの曲に合わせて調を変える中に、はいはい、あ、引っ張ったりもするんだ。あ、かっこいいですね。あ、あ、ちょっとこれね、あの家具、軽い家具、あのカラーボックスより重い。ちょっと現代、現代風的な。はい。すごい、すごいスリリング。決め事がすごくたくさんあって、本当やっぱまさにアンサンブルな感じですね。はい、あの五線譜ですね。ああ、はい、西洋の楽譜の書き方ですよね。アンサンブルがすごくその、まあ、ロックっぽいなんて言っちゃ失礼かもしれないけど、そういうなんかこうね、こう力強い感じがやっぱしました。こうその尺八っていう楽器からイメージするのと全然こう違 こうダイナミクスがあってびっくりしました。あ、そっか、そういうアンサンブルなんですね。すごい素敵です。なんかこう役割のこう分配感が、あ、すげえかっこいい。もう全然もう想像したこともなかったけど、こういう風になるんですね。あ、素晴らしいです。ありがとうございました。貴重な体験ありがとうございます。すみません。練習、練習、はい、はい、お願いします。はい、はい、山田流で、私がこれが山田流、はい、あー、とんがってる。それでこっちは四角いんです。はい、いきますか。
これググでいいですか。はい、ググっと。あ、来た来た。これはなんかいい感じ。そうですね、こう自然に手をこう置いていただいて、はい、左手はこの辺にちょっと外、はい、とりあえずこれ要はこのブリッジよりこっち来ちゃダメですね。そうですね、こちらに来るとあの邪魔になっちゃう、音がね。で、この番号が、はい、ここのポジションに、ポジション、はい、1、2、3と弾きやすいですね。ちょっともうちょっと、はい、もうちょっとだけ横に構えてさ、弾きやすいかも。お琴の音がしますね。あ、うん、そうです。お、あ、とりあえず、いやーもう頭がいろんなこと言えば、わかりました。なんとなく、なんとなくわかりました、はい、ちょっと休んでいい。ちょっと、ちょっと休んでいい。あー、これ乱れてると思う、緊張感って。すごい綺麗な音がしますね。僕がこう弾いてもやっぱりお琴の音がちゃんとするんだなっていうのは結構やっぱ感動ですね。すごい。でもどんな仕組みなのかよくわからないけれども、すごいです。あの、とても感動しました。ありがとうございます、本当に。どうもありがとうございます。どうした、せっかくですので、はい、はい、すいません、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。あー、これやっぱ走るね、走るね。呼吸浅いからどんどん速くなってくる。こうし、やっぱね、こう、バンドの時も今でこそこう、リズムもっと後ろだよ、後ろだよなんて人に言うくせに、こう、すいませんでした。こう、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、本日はですね、和楽器の中のお琴に挑戦をさせていただきました。どうもありがとうございました。本当に皆さんどうもありがとうございました。やっぱこう、でも音の鳴るものっていいですよね。そのシンプルにこういろんな楽器がこうその音を奏でてきた歴史とかもあるんだと思うんですけど、今日そのこう初めてこう音を奏でてしまった、こんな風に弾いてるのかって、その爪一つとっても、ああ、こんなんできっと見合わせ違うんだろうなーっていう、多分プレイヤーの方によって、本当いろんなこだわりをこう持ってやられてるんだなってことで、ね、改めてこう自分もちょっとさらしてもらっただけでちょっと感じることができて、とても貴重な体験をさせていただきました。本当にありがとうございました。それでは最後に、はい、もう一曲用意して、はい、終わりました。はい、この曲は多分、はい、はい、あ、もう曲ですので、なんなん、はい、気分が乗っておられました。はい。何何。じゃあ早速始めさせていただきます。Thank you.
いやありがとうございました、本当にありがとうございました。